はい、まずはじめに監督さんのお名前とチーム名を教えてください。格遊クラブの橋本はじめと言います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。京都府のチームですね。京都府舞鶴市のチームです。はい、ありがとうございます。普段の練習場所というのはどのあたりですか？舞鶴市の、伊佐津川河川敷公園の中の、多目的グラウンドで、いつも練習を行っております。はい、監督さんに就任されたいきさつというのを教えていただけますか？はい、私が、また20代後半ぐらいの時ですかね。はい、今のチームが、存続できなくなると監督さんが辞められるという話を聞きまして、私は、このチームに対しては何も関わりがなかったんですが、私の弟がこのチームの1期生でありまして、弟の方がその任務を引き受けたんですが、一人で指導するの大変なので、手伝ってほしいということで、始めたのがきっかけです。はい、じゃあそれまでは全然チームと関わりは全く、関わりなかったんです。あ、そうなんですか。はい、はい、監督さんはやっぱり野球やってられたんですか？はい、そうですね。はい、最近の成績、この 4,5 年ぐらいの成績が、4,5 年前と言いますと、3年前ぐらいにこの大会に、参加させていただきました。はい、それと、去年、昨年度は、この大会の予選で、京都府予選で優勝しまして、はい、この大会に参加する予定でしたが、はい、コロナのため、大会自体が中止になったということで、はい、参加できなかったんです。はい、あと、舞鶴市の大会なんかでは2つぐらい大きな大会あるんですが、はい、どちらも昨年度は優勝しています。はいはい、中学軟式ということで、これを見ている皆さん、なかなかこうどのくらいその、京都にどのくらい中学軟式のチームがあるのかっていうのはご存じじゃないと思うんで、はい、京都府に限って大体何チームぐらい？そうですね、その大会 によっていろいろ参加されるチームが、はい、まちまちなんですが、はい、おそらく20チーム弱ぐらいはあると思います。はいはい、クラブチームだけで？クラブチームだけで、はいはい、学校のチームとやることもあるんでしょうか？全日本 の大会なんかでは中大連 の中学校ともあります。はい、練習試合とか？練習試合はもうクラブチーム中大連関係なく行っております。はいはい、ありがとうございます。チームの基本的な考え方なんかスローガンみたいなものございますか？特にスローガンっていうのはないんですけども、はい、チーム勝つことも大事なんですけども、はい、せっかく小学校中学校と野球を始めてきたんで、はいはい、とにかく高校につながるような野球を志したいと思ってますんで、はい、礼儀とか、はい、そういうことにも厳しく言ってますし、はい、勉強の方も毎学期、はい、通知簿を持ってこさせて、はい、テストごとにテストの答案用紙も持ってこさせてということで、とにかく高校へつながるような、はい、ことをしてあげたいなと思って、はいはい、指導しております。はい、そうするとやっぱり高校野球をされる部員さんというのは随分多いんでしょうか？そうですね、はい、卒部生の中でだいたい7割8割は高校でも野球を続けてくれてます。はい、月々の部費ですけども、部費はどのくらい？1月5000円になっております。はい、泊まりの合宿とかはされてますか？合宿は、ゴールデンウィークに毎年、はい、2泊3日で、はい、近くの合宿所で、合宿を行ってます。はい、それと秋に東海の方へ1泊2日で、はい、遠征試合なんかも行っております。普段の練習時間というのはどのくらいされているでしょうか？そうですね、土日祝日は、はい、午前午後と、はい、そうですね、合計ですれば 5,6 時間、はいはい、それと、週に、3日ほどは、夜、はい、1時間半ほどの練習を行っています。はい、チーム独特のなんかトレーニングとか練習みたいなのって特に独特っていうことでもないんですけど、はい、夜その練習しているときには筋トレなんかを、はい、メニューの中に入れて、体力作り、はい、特に中学生なんで、はい、体力をしっかり作ってあげるということで、みんな取り組んでます。はい、ありがとうございます。チーム出身でですね、高校とか大学で活躍されている選手は結構いらっしゃいますか？特にプロ野球選手っていうのは今までないんですが、はい、高校では、はい、高校甲子園に出た子もいますし、はい、大学でも全日本
に出ているような子もいます、はいはい、特にあれですか、例えばあの出身の学童チームとか、はい、特にあと高校行くとかどっか決まってる、よく例えばあるパターンみたいなのあるんですか、この学童チームから例えば。いや、学童はもういろんなあの市内のチームから、はい、来てくれてます、はいはいはい、で進学なんかも、まあ、その年その年によって違うんですけども、はい、まあ、傾向として 2,3 年は先輩を慕って、ああ、そうですね、はい、同じ高校に進学したいという子が多くいることもあるんで、でも特にこの学校を生かしてますっていうことでもないです。はい、はい、部員を集めるということで、はい、体験参加とかまあ、いろいろされてると思うんですけども、はい、なんかこうご苦労されてることとかございますか。そうですね、やっぱり小学校で野球をやめるっていう子がかなり多くいるので、はい、今野球人口、小学校の野球人口自体も少なくなっているんですけども、はいはいはい、さらにその中からもう上で続けないっていう子が多いので、やっぱり年々部員が減ってきています。なんかこう理由みたいなのってのはなんかどうなんですかね。やっぱりその学童の中でやっぱりその野球の面白さっていうのに気づけなかったりっていうのがあるんじゃないかなと思ってます。はいはいはい、なかなかね、続けてくれないっていうか。そうですね、はい、まあ、うちも多い時では3学年60人とかっていう時期もあったんですが、はいはい、もう年々減ってきて、まあ、今20人ちょっとぐらいがもう、まあ、ここ数年はそういう感じになってきてます。ちなみに集め方っていうのは部員の集め方とはどういう方法でされてますか。もう特に各はい、秋口ぐらいになったら、はい、夏の大会から秋ぐらいの大会の時に、はい、学童の大会に行かせていただいて、はいはい、その体験練習 の、はい、案内を送らせていただいて渡して、はいはい、回って、まあ、その中で体験に来た子に声かけをするっていう形になります。はい、はい、最後の質問になりますけども、はい、監督さんをされてて良かったことというのはどういうことがあるでしょうか。そうですね、やっぱり選手が高校もそうなんですが、やっぱり大学生になり社会人になって成長した姿でチームの方に顔を出してくれて、監督帰ってきましたよって言って顔を出してきてくれるっていうのがもう一番嬉しいです。まあ、そうです。やっぱりね、甲子園に出て活躍してくれるとかそういうことももちろん、はい、嬉しいんですが、やっぱりそうやって社会人になっても、はい、忘れずに帰ってきてくれるっていうのが一番嬉しいですね。はいはい、なんか今悩んでることとかはございますか。そうですね、特にもう自分が年いってきたんで、はい、次の指導者を、はい、若い子をやっぱり育てないといけないかなって思うんですけども、はい、なかなかその指導者として若い子が、はいはい、なかなか入ってきてくれないっていうのがやっぱり一番悩みです。あ、そうですか。はい、じゃあ監督さんは今何代目監督なんですか。僕で3代目か4代目ぐらいだと思います。そうですか。はい、わかりました。はい、今日これから今1試合終わって、はい、まだもう1試合ということで、はい、この試合だけじゃなくて、ね、はい、今年度の活躍も期待しています。はい、頑張ってください。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。